コウスケに会いましたよ。コウスケ普通に二次会言いました。自分も混ぜてもらっていいですか。いやユリースはあのいやこれあれかな、多分スイッチ的にまずいか、繁盛と一生日本語でプロレスしてた。日本語でマジで一生プロレスしてたよ。繁盛が流暢に F ワード連発して、それやっぱあの普通にこっち引くじゃん、繁盛の F ワードで。やっぱ何その育ちがね、環境が違うから、その日本人が受け取る F ワードと向こうの方が受け取る F ワードって全然違うじゃん。で繁盛が F ワード連発してユリースが日本語でクソ煽ってた。意味わかんなかった本当に。ユリースマジ可愛かった。だからちゃんと日本そのねプロレスを日本語でしてたからマジすごかったよ。クソ面白かった。俺でも分かるような F ワード連発してたから。でユリースゲラゲラ笑ってた。やばお前ってバカ野郎みたいな。あそう、ユリースも俺飲めないお酒ダメダメって、オレンジジュースくださいってやつ、ずっとオレンジジュース飲んだストローで。オレンジジュース飲むか、あと飯出してこんなうまいご飯食べたことないって言って、みんながうん食べ食べユリース食べって言って、みんなでみんなご飯あげてたのに、繁盛だけ一緒 F ワード言って、あいつ多分もうバロラントでもうアドレナリン出すぎて、繁盛酔ってると思うじゃん。繁盛もストロー刺さったジャスミン茶飲んでた、ずっとびっくりした。俺の飲み物ないとか言って、あごめん俺さっき下げちゃったかもっつって、何頼むよ、ジャスミン茶っつって、ジャスミン茶で腐った、シラフで F ワード連発かよっつって。まあでもいいでしょう、許されるよ、繁盛強かったもんあって